ベルンリートアム・シュタルンベルガーゼーは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイム・ショーンガウ、軍に属す、町村。ベルンリートは、オーバーラント地方、シュタルンベルク湖西岸の緩やかな丘陵地域に位置する。この町は、公式には7つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、クビユのベルンリートだけである。 オット・フォン・ファレーとアーデル・ハイト・フォン・ファレーが1120年にベルン・リートに修道院を創設した。ベルン・リートは1330年以降、1803年頃に廃止されたベルン・リート修道院の閉鎖豊富マルクの一部となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により政治的に独立な現在の自治体が成立した。修道院は ルネサンス様式の上官に移された。1949年にトゥッツィングのベネディクト修道会がこれを獲得し、修練院、すなわち現在の学校に転用した。ブーフハイム幻想美術館ベルンリートは芸術村として芸術家が集まるようになった。1998年にブーフハイム幻想美術館が平ンリートの司会に作られた。1999年以降、 この美術館は世界中のからこの街を訪れる人々の目的地となっている。2007年1月1日、この街の名前にはアムチュタルンベルガー税が付けられることとなった。町長はゲオルク・マルテラーであるベルンギート修道院。ありがとうございます。